皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。昭和の時代に、あでやかな表情とあふれる色気で、世の男性を魅了してきた香菜明子さん。結婚報道後は夫の多額な借金返済を肩代わりする、献身的な姿が話題となりました。現在は度重なる病気によって、寝たきりの生活を送っているという噂の真相に、迫っていきたいと思います。どうぞご覧ください。かなさんは1956年3月8日、東京都八王子市に生まれ、幼少期は虚弱体質で、週1回の通院が必要なほど、体が弱い子供でした。中学生に上がる頃には丈夫な体になり、運動も勉強もできる、才色兼備へと成長しました。その後、画家兼美術教員の父の影響を受け、絵画を学べる短大に進みました。在学中に父の友人の画家に、ミス水湖伝コンテストへの出場を打診され、冗談交じりで応募したそうです。本気ではなかったにもかかわらず2位に入賞を果たし、かなさんは芸能界への道へ進むこととなりました。コンテストの審査員をしていた中村敦夫さんの目に留まったかなさんは、中村さんの事務所に所属し、1974年ランルの旗に出演することが決まり、映画デビューを果たしました。素人ながら17歳で映画デビューし、大関優子という芸名で芸能活動を始めました。かなさんが19歳の時に所属事務所が潰れ、新しい事務所へ移籍しました。ちょうど同時期に、23歳までに日比谷界隈の映画館に私の絵のパネルをかけるという目標を掲げ、新しい事務所との約束として実現に向け、かなさんは女優業に奔走しました。夢の実現に向けて努力し続けたある日、小池和夫さん企画の映画ザ・ウーマンの話が来たといいます。人気役者の妻でありながら、美貌で多くの男性を惑わせた竹本古伝の性遍歴を描いた作品で、その主人公にスカウトされたのがかなさんでした。裸のシーンもありましたが、女優として一皮むけるために裸のシーンをも面白いと考えたかなさんは、主役を務め上げ大きな話題となりました。芸名を変えたのもザ・ウーマン出演と同時期で、小池和夫さんが名付け親となり、大関優子から香菜明子に変更しました。この映画をきっかけに、香菜さんの芸能街道は一気に花咲くことになりました。話題作出演後からオファーは後を絶たず、四季夏子、魔界転生などの作品に出演し、名女優として名を馳せていきました。はっきりした目鼻立ちの香菜さんがまとう妖艶な色気と脱ぎっぷりの良さが人気の火付けとなったのでしょう。その後も鬼龍院花子の生涯や金曜日の妻たちなど話題作に引っ張りだことなったかなさんは、2時間ドラマには欠かすことができない存在となり、女優としての地位を確立していきました。日比谷界隈へのパネルをかける以上の価値ある人物となったのは間違いないでしょうね。デビュー以来下積み期間はあったものの、女優として順風満帆なかなさんでしたが、私生活は波乱万丈そのものでした。1990年に放送作家の源隆さんと結婚したことが波乱万丈の火種となりました。源さんは日本テレビ系列のカックラキン大放送スター誕生や、フジテレビ系列の笑ってる場合ですよなどのバラエティからオーディション番組まで幅広いジャンルを手掛けた放送作家でした。二人は結婚前から同棲していたそうですが、当時の源さんはなんと既婚者でした。源さんの離婚が成立した後に入籍し、結婚を公表したのは入籍から1年半が経ってからのことでした。きっと源さんの前妻を気にかけて結婚発表の期間を空けたのではないでしょうか。既婚者との秘密の同棲生活から入籍を経て結婚を公表できたかなさんは、ようやく後ろ指を刺されずに幸せな夫婦生活を送れると思ったのではないでしょうか。しかし信じられない苦労が2人を待ち受けていました。源さんが経営する会社がバブル崩壊後に小さなトラブルによって4億円の負債を抱えることになりました。人気女優の結婚公表からつかの間、多額の借金のスクープは日本中を駆け巡り、2人のもとには多くのマスコミが駆けつけました。1996年2月27日、かなさんは、どんなことをしてでも借金は全てお返しいたしますと自宅前で会見を開き、心情を吐露しました。しかし4億円もの借金になったきっかけは何だったのでしょうか。ことの発端は1990年に源さんが経営する会社が4900万円の不渡りを出したことだったそうです。夫の友人が助けてくれるというので、そのお金をお借りしたんですが、その方が突然
高利貸しになりましてと、カナさんは借金の経緯を語りました。利子が利子を生み、雪だるま状に大きくなり、1993年には借金総額がなんと3億円以上に膨れ上がっていたといいます。カナさんは夫の借金返済のため献身的に協力しました。1994年にはヘアヌード写真幻想を借金返済の資金とするために出版しました。しかしギャラ1000万円も4億を前に一瞬にして立ち消え、4台保有していたベンツも全て手放し、カナさんの収入 90% 以上を借金返済に充てる日々が続いたそうです。収入があればすぐに借金返済に充てていたそうで、銀行口座に残金がなく、電話やガスなどのライフラインが止められてしまったそうです。一流女優と有名放送作家の暮らしぶりとは思えないほど質素な生活をする毎日だったそうです。会見に臨んだカナさんは黒いダウンコートにアポロキャット姿で次のように語っていました。これも4年前に買った服で、この4年間一度も洋服を買ったことはありません。マンションのローンが払えないので、競売で売れたら出ていくことになると思います。そう言って涙を拭いながら語りました。離婚は考えていないのかと報道陣から問われると、周りから離婚を勧められたことは何度かありました。でも主人は一緒にいると楽しい人だし、二人でいてこそ一人前みたいなところがあるんです。二人とも寝垢なので、お返しするまでは何とか頑張ろうと話しました、と離婚の可能性を完全に否定し、莫大な借金を返すという強い意志を口にしました。その後、カナさんと源さんの懸命な努力により4億円の借金は無事に返済されることになりました。バブル崩壊による重選問題が話題となっており、夫を見捨てず借金に誠実に立ち向かうカナさんの姿に、重選の連中はカナアキコさんの爪の赤でも煎じて飲むべきという声が飛ぶほど多くの人に好意的に評価され、その勇姿に拍手が飛びました。既婚者との結婚から借金へと波乱が続いた日々もこれで落ち着くと思いきや、さらなる悲劇がカナさんと源さんを襲いました。2005年、カナさんは重度のネフローゼ症候群という腎臓疾病症を発症してしまいました。その治療は食事療法から薬物療法まで多岐にわたり、4年もの間闘病生活を続けることになりました。しかし持ち前の気化と寝垢さによって、2009年に朗読劇にて女優復帰を果たしました。しかしその生活も長くは続かず、2013年くも膜下出血を発症し、自宅で倒れてしまい意識不明となり、緊急搬送されることになりました。検査結果は残酷にも最も症状が重い重度5で、このままだと脳死が植物状態になるという宣告を受けてしまいました。翌日手術が行われ、奇跡的に一命を取り留めるも、カナさんの意識は戻らない状態が続きました。しかし源さんと医師はカナさんを諦めず、治療を続けた結果、信じられないことに徐々に回復に向かい、意識も取り戻しました。現在でもリハビリ生活が続いており、少しでも元の生活に戻れるように治療を続けているそうです。一時は脳死を宣告され、植物状態になることも覚悟したカナさんですが、徐々に回復し始めました。現在はまぶた、口、手足を動かせるようになり、少量の食事をとることもできるようになったそうです。また意識障害も減ってきているそうです。奇跡としか言えない回復を見せるカナさんですが、2013年に過酷な闘病生活が NHK で放送され、また源さんを中心としてカナさんの闘病生活を描いたブログも更新されていたそうですが、こちらは現在閉鎖されています。同じ病気に苦しみ辛い状態にある患者や看病する人たちにとって大きな希望となったことは間違いないでしょう。カナさんがここまで奇跡的に回復したのは、ひとえに源さんの献身的な看病のおかげだったそうです。脳に刺激を与えることが治療となると知った源さんは、カナさんのために毎日病院を訪れました。それだけではなく、看病に専念するため、カナさんが入院する病院の近くに引っ越しをしたそうです。ですが現在は新型コロナウイルスの影響で、対面でのお見舞いに行くことはかなわないそうです。そのため脳に刺激を与える方法として、1週間分の声を吹き込んだ IC レコーダーを看護師さんに託すという工夫をしているそうです。看護師さんからカナさんに聞かせてもらい、会えない中でもできる限りを尽くしているそうです。源さんがここまでカナさんに献身的に尽くすのは、これまでの恩に報いたいという一心だそうです。自身のせいで4億もの負債を背負わせてしまい、
一緒に質素な生活に耐えながら返済してくれたカナさんには、どれだけかけても返せない大きな借りがあると思っているそうです。かつて彼女を元通りの生活ができるようにするのが僕の使命と語った源さん。源さんはこれからもどんな状況になっても自らの生涯を捧げ、カナさんの回復のために看病を続けていくことでしょう。共に二人が笑顔で暮らせる日が来るのが待ち遠しいですね。1948年生まれの源さんは今年74歳、カナ・アキコさんは今年66歳になります。任期絶頂から借金返済、闘病を経て気づけば60歳を超えているお二人ですが、気になるのが子供の存在です。もし二人の間に子供がいれば、年上の源さんが亡くなった後もカナさんの看病をする人の心配はありません。しかしお二人の間には子供はいないようです。その理由は結婚公表直後に発覚した多額すぎる負債と噂されていました。膨大な借金を返済するため身を粉にして働き、私生活も十分な暮らしができる保証がなかったため、子供は諦めた可能性が高いと言われています。きっと借金があり子供を授かることができなくても一緒にいたいとカナさんも源さんも思っていたのでしょう。どんな苦境でも自分のことを思ってくれる人と出会って結婚まで行き着く人がどれだけいるでしょうか。源さんの献身的な看病によって回復したカナさんと二人で並んだ姿が見れる日を待ち望みたいですね。いかがでしたでしょうか。皆さんはどのように思われましたか。コメント欄にて教えてください。この動画が気になっていただけた方はチャンネル登録と高評価をしていただけるとおすすめの動画が見やすくなりますので、ぜひお願いします。それでは今日はここまで。また見てくださいね。